さあ本日も始まりましたペンギン飛び込みの時間自由形、本日エントリーとあまりにも早すぎる。さて仕切り直しまして、今回エントリーしたのはペンギン界きってのスピードスタージェンズペンギンの子供。さっきのどうだったとドヤ顔を決めていますが、まだまだ万博さにあふれたダイナミックな飛び込みでしたね。とここで登場したのは、昨年生まれの中では一番早く生まれた子供。年長の意地を見せてやると意気込んでいますが、一旦リベンジのチャンスを。やはり少々まだ怖いようです。さあバトンは託されました。ペンギンの仲間では体の大きさはキングペンギンに次いで3番目ですが、ペンギン界、いや鳥類最速の遊泳能力を持つジェンズペンギン、最高時速はおよそ35キロ。さあ稲妻のような決断の速さ見せてくれるのか。ああ、やはり準備が長い。まだ怖いのでしょうか。種は違いますが、義理の父と自負する私、川口はここで見守っています。さあ、羽繕い。よし、こちらをチラリ。自慢の大場では今日も美しい。いざ、飛び込んだ。まだまだ腹落ちだけですが、可愛いので、満点です。暫定優勝。